あちゃんです。今日11月の25日あちゃんちのお昼じゃんわおやつタイム多いう絶対娘とし子供やと思います。はい、ということで干し芋園の焼き干し芋、どこで買ったか忘れてんけど、ちょっと前に買ってんけどね、うん、食べてみましょう。はい、なんか、ね、2袋入りって書いてあるね。開けられるわ。あ、こんなんが出てきて、あ、干し芋と焼き干し芋でね、干し芋を食べましょう。まず干し芋から食べましょう。これ100均で買ったんか、ちょうだかな、どこから買ったんだけど、ちょっと前に買ったよ。あれあれ、うわ、助けに来てくれたんですか。よかった、一人取り残されてどうしようかと思ってました。こんなちっちゃい、いただきます。あ、うん、懐かしい。なぜ一人なの。甘みが薄いね。私この会社に就職面接を受けに来たんですけど、トイレに入っている時に地震が起きちゃって、開かなくなったドアに悪戦苦闘しているうちにみんないなくなっていました。降りようにも通路が途中で塞がっていて、焼き干し芋おばあちゃんストーブで焼いて食べる。ここは危険だ、とにかく外へ出よう。そうですね、出ましょう。出ます。懐かしい、うん、甘みが薄いなこれね。ここまでまだあっちゃんやったところだけど、この先を見たくないのよ。子供が先進めたら見てしまうんよね。新鮮さがなくなってしまうんよ。そろそろゲームを止めて片付けに手伝わそう。休憩中にやっとる間にね、もうね、子供は進めるのが早い。ちゃんが進めるとこまでもう進むのよ。線とか必要で、ね、ここで止めてもらわんとね。あっちゃん、見とない、見とない。焼き干し芋も食べてみましょう。どう違うのか。干し芋焼きと焼き干し芋の違いね。ああ、色が黒い。焼き焼きで。いただきます。焼き干し芋焼き。焼き芋焼き。ああ、焼き芋。焼き芋の皮の苦いところまで体現されてる。どっちがいいかな。ちっちゃ。焼いてくれへんそれ。やか。ライターが手厚い。ね、大事にさせてくれたらいいや。違う。でもゴリってすごい痛い。焼き干し芋あんま美味しくないな、苦いなこれ。甘み少ないこれ。ここで終わってやめても。これ以上は見たくない。どこでセーブ。トイレ。トイレでセーブできるの。こんなトイレ崩れたんだね。断面としてなんで一気に錆びててんやろ、うん、セーブできるんだけど
この階と違うたんじゃん。上の階登れへんね、うん、あれあーちゃん潰れるところまで行ったよな。うん、潰れるところまで行ったよな。じゃあここから出てん、出てそこで終わってん。あ、そこや、その下のトイレや。そこでセーブせん。あれ？あ、こどこどなんかあったよ。あ、セーブちゃうわ、バックや。もう進んでる。何も見とない。もうあかんかんとかやめときなさい。だって全部だってないじゃん。あ、20入ってんのか。ありだやん、コンパス。はい、ということで、今日のあちゃんの、おやつタイム、干し芋と焼き干し芋。ね、どっちが美味しいかな。どっちが美味しいか言ったら、あっちゃん的には普通の干し芋の方が美味しいかも。焼き干し芋ちょっと苦いねん。うん、うん、この干し芋は思ったほど甘みがない。うん、まあまあ、うん、悪くはないけど、干し芋高いよね。たまに干し芋食べたくなって食べんだけど高いんよ。だからあんまりね食べられへんだけど。うん、まあ手間考えるとね、まあ一袋1000円ぐらいしても値打ちあんのかもわからんけど、結構干し芋ね、ばあちゃんが昔を食べさせてくれてね、焼いてくれて食べてんけど、懐かしくって食べたいんだけど、そんな美味しいものじゃん。昔は嫌いやったよ。おばあちゃんのとこ行ったら歯にめちゃめちゃしつくし、干し芋でも最近なんか急に干し芋食べたくなったりするんよね。年いったんやろね。ってことでね、今日はちょっと、干し芋と焼き干し芋、まあまあね、あのそんなに美味しくはないけど、まずくもない。無添加、無添加、無加糖、砂糖も名前言って、ほんまに芋そのまんまの味やねんけどね、うん、たまにこういうね、懐かしの味を食べたくなるっていうのもあんねんけどもね、まあ、ちょっと道の駅とかでね、手作りの欲しいもんみたいな、また今度買いに行ってこようかな。はい、ということでね、今日お前どっかで見たんや、スーパーやったかな、エヴァグリーンやったかな、欲しいもんで買おうか思ったら980円もして、やめて。980円もあったらさ、あれ買えるよね、ラムジンとか、なんだ、イチボとか、希少部位のステーキ 100g ぐらい買えるから、んー、そう思ったら欲しいも1000円高いな思ってまうんよね。うるさきイチボ違う。はい、まあそんなこんなでね、おやつタイムゆっくりゆっくりまったりこうやって食べて、うん、で、ね、ちょっとね、お茶飲んでゆっくりしたら片付け再開したいと思います。いや、それにしも片付かんわ。ということでね、今日のあっちゃんの、おやつタイム、干し芋、焼き干し芋。これまたね、また買っておかな。これそんな高くなかったんよ。ドンキで買ったと思う、多分。そんなに高くなかったですね。そんな、めちゃくちゃ美味しいわけでもないんだけど、たまに食べたくなるんで、また買っていきたいと思います。はい。ということで、今日のあっちゃんの、おやつタイム、この辺で終わりにしたいと思います。では、またね。バイバーイ。あ、今日のあっちゃんのおやつタイム、干し芋、焼き干し芋。よかったよと思ってくれたら、高評価で応援コメント、チャンネル登録して見てくれたら嬉しいです。ではまたね。バイバイ。